ダートスポーツ全日本モトクロス予想大会でございます。予想大会でーす。アイビー龍平です。はい、ファッツオンダーレーシング MC です。 88.0 88.0 ありがとうございました。いやー、よかった、振りました。いや、てかね、よかった。よかったっすか。いや、九州はよかった。いや、あのコースはいいね。冗談だけど、いや、もうコース最高。はい、なんだかんだ言ってもね、コースはいいし、お客さんたくさん来てたわ、うん、すごいすごい。お客さん多いですよね。お客さんがね、ほんと楽しみに来てくれてね、はい、残りね、どれだけね、あの楽しい一日できたかなって感じで、おじさんとしてはね、頑張ってみた、うん、でもね、よかった、うん、よかった、ね、心でっかいやつも来たからね。で、まあ、これなので、体操をやってくれたんですけど、頼むから時間ずれ込まないでください。熊本体操をやってる時、熊本体操でね、あの、そうで、はい、私はチャイルドクロスの子たちもやってて、はい、なんだ、いきなり熊本生きてよとか、なんかお姉ちゃんずれ、あのさみたいな感じで、まあいいんですけど、はい、あのコンディションの中、開幕戦らしいね、うん、開幕戦らしい、素晴らしいレースでした。もう本当に、はい、もうね、まず全体的でいくと、はい、まず I1 のね、そうですね、恩田さん予想が成田選手、はい、1個しか取れませんでした。149勝、あーって感じなんですけど、でもね、はい、これはっきり言っちゃいますけど、ここで勝利をもぎ取った山本君は侍だ、K 君、侍だよ。いや、本当になんか成田選手こけたんですよね。ね、こけたのは全然リカバーできない、1周目の時は。2周目に、はい、山の上でこうやってこれえーみたいになったんだけど、はいはいはい、そのリカバーすごくうまかったです。相当ハードな、ま、いやいやいや、でね、多分緊張したかなんかだと思うんだけど、ボーミスで、はい、2ヒート目の時が、はい、あの残り2周ぐらいから急激にこうボーンとペースが落ちて、ああそこでね、いきなりこう背中がでっかくなったケイちゃんがドーンと来た、はい、へー、あのね、やっぱレーサーとしてはね、はい、そこでね、悩むことなくガンと来て、で、開幕戦から自分のパフォーマンスをガッチリ出した、はい、ケイちゃんのね、はい、やっぱ侍感、これまさにね、うん、あのグランプリ武者修行の成果じゃないかな。るほど。でもね、俺としてはね、アキラ様が150やってほしかった。みんな待ってた、みんな待ってた、本人も待ったもん、はい、でもね、これがレース、モトクロス。やっぱね、良かったのはね、深谷浩一くんだ。深谷くん、僕の予想した深谷くん、いや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 、いいですよ。そんな良かったですか。でも、レースの後に肩甲骨を骨折してたみたいな、うん、そう、だからそれはもう、はい、感じさせないぐらい、とにかく粘っていい感じ、うん、深谷くん ね、でもあれ、俺ね、深谷くんにお昼にね、はい、あの星野由くんとヒート1、ヒート2終わって、ヒート1が終わった時に星野くんと一緒に深谷くんが立ち話してるから、はい、元チームメイト、そうそう、で、おお、なんだよってユイに聞いた。ユイは、いやー、マシントラブで一周走れなかったんで、あ、ユイね、2ヒート頑張りますって、深谷くん、深谷くん頑張ってんじゃん、いやー、やっぱりちょっと病み上がり系なんで調子が、うん、マジでも頑張ってんじゃんみたいな話をしたぐらいだったんだけど、はい、じゃあヒート2で落ちちゃったのかな。いや、元から、あ、治ってない、治ってない、そうそうそう、全然全然全然見えない見えないですか。いや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 、まあでも予想はね、恩田さんの成田選手の方が上だったっていう、ね、まあポイントランキングは変わんないですね、今回ね、変わんないです、変わんないです。でも、ゴータンがめちゃくちゃ9番なんで、はいはいはい、いい、あの田中君も一生懸命してるし、うん、ま、今回ね、あの伊藤君がね、いい感じだった、448の伊藤君、はい、伊藤君がね、すごくね、序盤からいろんなの見せてくれててね、良かったですよ。でもまあ、ユイも良かったんですよね。まあでも、ユイが良かったのは、ヒート2のスタートからしばらくって感じです。はいはい、はい、はい。だから、ヒート1もマシントラブルで走らなくてすごい悔しがってたから、うん、はい、治るかな、治んねえかなみたいなところを、その話を深谷君と話して聞いたっていうところだから、はいはい、でもね、ユイはね、とりあえずその瞬間前に出てるわけで、うん、それもやっぱり、でもね、帰りの飛行機で会ったんですよ。はい、だからね、まだやっぱ表彰台に上がれるようじゃないんだったらダメですと、自分のことを、ね、責めてたから、ね、いやいや、だってやめやがりじゃないみたいな話をしたんだけど、うん、でもやっぱ彼はね、責めてるね、はい、やっぱみんなね、いろいろ目標って、ただ今回ね、K 君来たんで、アキラスイッチ超入ってるんですね。はい、まあ川崎の2人もいい感じなんで、大型さんは良かったっす、大型さんが、大型誠人さんが非常に良かったですね、はいはい、新井さんはちょっとうーんって感じがあってですね、うん、小畑さんの方が
割とこうトップ争いとかそういうところに絡んでいて、はいはい、でやっぱり注目のヤマハの平田さんはね、はい、もうみんなどこ行くにも御社の方々とかみんながこう金魚のんこ見てガーってくっついてる中で、頑張って、でヒート2かヒート1かもうホールショットでアキラ君にこうかぶせるぐらいな、はいはいはい、Eライン取ってたから、まだ去年出たマシンと言われていてもベースは出てるマシンとしてもまだまだニューマシン、うん、ライダーとのマッチングはまだまだ、ね、だからこの前のモーターサイクルショーの後に浜松で、はい、テストがまだまだありますって言ってるぐらいに、はい、まだあれだけ逆にすごくいいマシンなんだと思うんですよ、うん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 、このいいマシンをどれだけ平田くん仕様にしていくかっていう、平田仕様でね、はいはい、でもねかっこよかったよ今回ね、全部のクラスもマディだとかなんだって言うけど、はい、すごいかっこよかった、うん、だからもうね、その速さとか凄さっていうのもあるけど、はい、あの条件の中できっちりとレースを終わらした皆さんは素敵だと思います。お疲れ様でした、はい、本当に行きましょう、予想、はい、さあ、次回は両踏みでございます、はい、これもう150勝来ちゃいますよね。まあ来るしかないということなんでしょうけどね、うんうん、ゼッケン400番、山本 K。 いや、これはこれは K じゃない、 K は、いや K ちゃん来ちゃうんじゃないですか。もう地元の地元の地元中の地元ですからね、はい、いくらコースが変わっても土は変わりませんから、うん、ケイちゃん来ちゃいますよこれ、まあ、今回別のね 88.0、まあ、他の他の方の、はい、っていう、まあ、IA2 でほら地元のっていうかね九州応援団の小賀君が ね、 ねピンピン取ったぐらいですから、そうそう応援団がいれば、うん、いつも以上のパフォーマンスを出せるのがライダーの凄さですから、うん、来るかもね、来ますよ。もうなんだろうな、抜け目がないですよね。いや彼はレーサーだ、下旋で2-1なんで、もういやレーサーだよ、こんなレーサーだよ、こんなん来ますよ。いや絶対、じゃあ俺言っていい、はい、じゃあ俺はね99番平田優くんだ。優くん来ますか。はい、これはね、はい、やっぱりねいろいろやっぱここでぐっと詰めてくると思うね、うんうん、でね平田くんが大事なのはやっぱ表彰台の頂点に上がること、うん、そうでまずは今回開幕戦で山本さんが上がりました、はいはい、じゃあ次は俺だと言わんばかりの平田優ってことでね、うん、期待を込めて平田くん頑張ってほしいな感じですね、はい、さあまあ注目ライダーって言ったらやはりね、オフビと言ったらアライン3歳児アライヒロアキさん、ね、コースもそこまで変わってないですからねと思います。はい、もうだからそれ考えるとね、はい、アライさん限のいいコースですんで、うん、このままじゃないみたいな、自信しかないですよね。でチームメイト野方君も今回そうですね、めちゃくちゃしかも乗ってるじゃないですか。いやいいですいいですよ、よく練習もしてるし、うん、まあ、尾形さんもホームコースって言ってぐらいに乗り込んでるわけですから、うん、それ考えるととなると成田選手がやっぱちょっときつくなるんですかね、これは。いやもうだけでそれをいつもぶっちぎるのが成田、うん、成田明さん。なるほど、成田さんは集中力と、はい、パワーはちょっと尋常じゃない。だから逆に言うと眠れる獅子をケイちゃん起こしちゃったかなそんな感じかな。だからこのままなんかいきなり全部アキラさんがね前線勝っちゃう可能性の火をつけちゃったかもしれんよって感じだよね。はい、まああとね深谷君もしっかり治ってくれれば、はい、うん、あんなねその治りきっていないと言いながら、はい、あれだけのパフォーマンスを見せた、うん、もう地元のみんなが応援してるっていうことだけもじゃないね。やっぱり福谷さんがそれだけ仕上がってんの。こうあと小島洋平さんが、洋平くんはまあ表彰台来ますよこれは。もちろんいやもうね、レースの方もねいい感じでアタックしたんだけど、はい、そこでやるなみたいなことしてたんで、本人が一番分かってると思うんで、やっぱね熱田アドバイザー聞いてるね。あ、そんなにいろいろやっぱね、ムードメーカーっていう以外にも、はい、かなりね綿密に彼らにくっつきながらレース間中レース中でも常にこうアドバイスをするためにコースをチェックして見ていたっていう、このアドバイザー性っていうのはすごくいいようなのね、いい気がしたし、鈴木のマシンの好調さに加え、はい、その人間的な部分、そこにやっぱり小島さんの速さが加われば、もしかしたらねそろそろまた戻ってくるって可能性もあると思うんで、アドバイザー制度、いやいいですね、ね、いいですね、いいと思う、うん、まあそんなこと言ったら、ほら勝谷武さんだってね成田さんとかのアドバイスで、あの増田勝正さんもいるわけだし、はい、やっぱアドバイザーがグイグイ生きてるとか強いってのあるわけだから、はい、
その辺はまだまだだってほら山原ってさ、はい、三原君がいるわけだし、うん、各チームねいい感じのアドバイザーがいるわけじゃないですか。そういうことを考えていくといいと思います。これはね、大塚豪太くんがね、豪太くん、はい、これもう結構完全に復帰したみたいな感じのポジション、うん、そう、田中正美くんと1ポイント差ぐらいで今回ポイントランキングだけど、はい、やっぱりところどころで大塚くんの光る部分出てるし、はい、そこら辺考えると大塚豪太くん地元 T スポーツ、はい、トークジマジック出るんじゃないか。出ますか。いやいや、わかんないですよ、もう出ますか。いや、もう出ると思います。それとやっぱりね、肉食ってる田中君だね。田中君、肉食ってやっぱ田中君は半端じゃないし、はい、もうここで勝ちいっちゃいますけど、うん、星野優衣、優衣ね、優衣もだってあれ去年地元だし、去年は成田選手結構苦しめますよね。いや、だからとにかく常にこのオフビで優衣を前に出さすと、各ライダーもっきり苦しむわけですよ、うん、でとにかく優衣のハマった時の集中力と速さっていうのはピカイチだから、はいはい、今回ね、まあ、開幕戦ヒート1のマシンタロウのゲームも多分、はい、きっちり潰せてると思うんで、もしかすると KTM をまたまた表彰台に上げる可能性も星野だったらあるかな。優衣くん頑張ってっていうところ、そんなとこでございます。ルーキー勢はどうですか。ルーキー勢は小野くんと大石くん、小野くんと大石くんだったら小野くんの方がラップチャート、うん、上の方にちょこちょこ上がってきてるね、はいはい、見ててうっていう感じが見たんで、うん、まあ、ここはやっぱ T スポーツの力、はい、トークジマジックが炸裂してちょっとリラックスしていけばいけるんじゃないかな、はい、でもやっぱね、あれは甘くない、甘くない、うん、と思います、まあ、本人が分かってるだけにね、うん、その辺も含めて IA1 クラスでございました、ございました。